Please don't like Peter. その人、もしかして。ホタル。Oh my god. I'm crying with this story. Seriously? Let's get out of here. さっき、アビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さん、アビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に。はい。お前のお兄さん、ダインを知ってるのか。ソラ、また会ったな。どういうことなんだ。ダインがお兄さんの名前を知ってるぞ。ホタル、その人と一緒にいちゃダメだ。その人は俺の敵。ソラ。え、待って。Look, Lumin. Look, Lumin. Ah, it's so cute, man. これは言わなきゃいけないことなんだ、ホタル。ダインと一緒に俺を、アビスを、阻止するな。その人、ダインスレイブは、最後の冠類や宮廷親衛隊、末光の剣。500年、その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、冠類野人だって ?500 年前に滅びた、あの、冠類野人。それに、民が怪物になるって。今のアビス教団は、冠類野と関係があるどころか、冠類野の移民だったのか。ダインはお前の敵って何が何だかわからないぞ。 Just like a normal sister. Come with me, Aether. Let's go home. Come on. いいえ。あ、もちろん。ホタルがいる場所が家だ。でも俺は、まだホタルと次の世界に行けない。少なくとも今は。できない。アビスがカムクラを下す前に、まだ天理との戦いが残ってる。聞いてくれ、ホタル。俺はすでに一度旅をした。だから、ホタルも俺と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。俺たちはいずれ再会する。急ぐことはないんだ、ホタル。待つだけの時間が十分にある。めっちゃドラマティック。俺たちには十分時間がある。話してたこと難しかったよな。全部理解できたか。そっか。じゃあもう一回整理しようぜ。まずはあのアビスの使徒、お前のお兄さんを王子様って呼んでた。お前のお兄さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってってことだな。それとお前のお兄さんがカムクラを下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、あとアビス教団の怪物はカーンルイヤ、ダインはカーンルイヤ人で500年前に全てを経験した。それってお前のお兄さんが言ってた、ダインでも
アビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対、それに一緒に探してたお兄さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。お前のお兄さんが終点にたどり着けって言うなら、旅人一緒に行こう。It's done. We'll be reunited. Oh, it's so cute. The story is so cute. The dramatic is so cute. So, what's up? Yep. Safety distance.